最高だね。じゃあ、開封。開封動画。撮ろう。いいよ、うまくな、開封、あれで、ちゃんとするんだ。あ、なんだこれは。あ、気持ち悪い、それで、デッキケースになるよ。あ、もし、いやいや、一回パック全部抜けた方がいい。え、全部抜いての。ああ、なるほどね。入らない。ここに。ああ、なるほどね。ああ、いいやん。ああ、いいやん。なるほど。うん、初めて知った。っていうか、今日出たばっかりやん、そんな知らん。いや、先行発売しちゃうかもしれんけど。ニボックスのやつでいい。ゼルダ。それ確か、入っちゃう順番一緒やね。そう。マジで、上から固定の上から固定な。ほぼ一緒だったから、ほぼというか一緒だったから。じゃあ、上から。あれ？本当に一緒。あ、これじゃあ、弱い。違うわ。まあ、弱い。これ、分かる。この中の、これが通じたの。あ、ポンチね。知ってんじゃん。そう、これが有名なで、マナカスクできるブロッカーかつ、自然も入っちゃうけん。まあ、マナオキになるというか。コモさんが反対から読むわ。チンコやな。うん。ポラリスンはシリウスを潰したやつかな。11マナで。まあ、一応、マナゾーンに7マナでシートリーになるから、一応保険にもなる。はい。コンチが強い。レンデルスゾーンが4枚揃うのはいいと思う。あー、ヘンザもいまいちやな。なんよ、あ、これ強い。昔のサイロックカードやけど、飛び込んご。あー、霊砲。3ターン切るの。そう。あれや。これのあれなんで、昔はどんどん熟できよったんで、これ出すだけで。出してから、マナド置いてタップして。置いたときか。うん。昔は強かったやつだけど、今こういう系のデッキになるけん、革命チェンジからアタックタップイン、まあ、できるのできる。まあ、活用方法が増えたカードや。相手一体タップさせるんやろ、うん、多分ネタ枠として入っちゃうと思うけど、ちっちゃいと思う、普通。ああ、これね。だジョン。はい。これは、カレー粉と出すと、あ、カレー粉を先に出した状態でこれ出したら、出した時の山札から封印つける効果が全て山札に戻ってシャッフルされて、まあ、なんもこの状態でバトルゾーンに出る。で、まあ、封印つけたい時はカレー粉アタックからの玉ねぎるとかにチンジさせといてやれば、まあ、カレー候補が消えるけん、アタックで封印2つつけるよみたいなのができるからだよな、うん、普通に強いと思うよ、4マナダブルブレーカー9999か。そうやな。9000やねんやな。きてえな。まあ、だけやな。あれが効かんかな。9000マイナス9000するやつ。あれか。デッドゾーン、デッドゾーン。999残る。まあ、闇。攻撃されるけど、あ、それ。シバーラタ。それ今、ケイトさんが欲しい。ケイトさんが欲しいカード。そこ、骨火がいいよ。ザビバレル入っちゃうんだよね、それ。あ、入っちゃう。黒枠ザビバレル。これは嬉しい。これは嬉しい。これ欲しい。てかこれ、黒枠は、はい。これは嬉しいな。あ、弱いですね。嘘やろ。ケイトが欲しいって言ったの。何がアタックするだけ、持ち帰る。シバーラクか。あ、欲しいって言ってなかったっけ。これ8マナでな。7マナやねんだな。7マナ。7マナやったら、エターナルサインやったっけ。それから出る剣、まあ、まあ悪くはないけど、悪いわ。今革命チェンジがあるからアタック効果使った後に革命チェンジもできるからまあそういう意味でアタック効果入れちゃうと思うけど今の段にしてはいまいちと思う。デスモーリーこれはまあ基本みんな持ちた方がいいやつかな。コマンドコマンドで4コストなんか悪いっけ。デスライオスってあれデーモンコマンドだな。いらんわ。いけません、はい、デスライオスデーモンコマンド入ってた。死神やけん入っちゃうね。死神4コストってやけん。まあ黒枠ザビバレルが強い、ね、見えちゃんだね。マジでてか、ブラックザンバレルが当たり。当たりっていうか入ってないけどな。あ、メネルスの違うわ。ドラゲないか。それか。これやね。
違くね。あ、違うかった。ここの方、それここ。あ、これバトクロスバトルがいい、いいぐらい。懐かしいバザカジーロも入っちゃう。あ、一応こいつは、これ普通に単体で強いというカードやな。これカードを確か墓地に置くつもりだった。カードを。コスト8以下のカードをアタックするとき墓地よくスピアターで、で、そのプレイヤーすぐ、あ、強いね。墓地に置いたカードを、そうね、墓地に置いたプレイヤーの墓地のカードをすべて山田に加えてシャッフルする。まあ、単体で強いカード。9コストか。1やったらバトクロスバトルが嬉しいかな。てか、こんな種類あるっけ？なんか2バック出る。なんかが同じのが被る。これ D2 か。あ、ボンドリー。オーバーキルもいいと思う。オーバーキル。あ、これが強い。これが強かったはずと。うん、これが強かったはず。あの出したとき3枚墓地置いて、その中から、あ、違う。その後、あ、なんか3枚置いて、墓地から D2 フィールド、火または闇の D2 フィールド1枚タラルで出せる。エリアとかやなくて。弱、バインズ。バインズ効果、わからん。スピードアタッカーにするサーキット張ってからやな。アタックすると相手グリル1体破壊する。D2 フィールドがあればもう1体破壊する。普通。サーキットあれば使えるぐらい。イラストがロバやな。そうなのかな。まあだけど、いまいち。ボンドリーチャージいいんだね。再録は。うん。また更新したけど、再録で安くなったかもしれない。ああ、これがメンデルスゾーンのやつ。なるほど。てか、それが一番欲しいやつ、この中で。大龍眼。大龍眼がクソ強いの。クソではないね。強い。この中のバックレイは特に強い。まだけスピアタで革命チェンジで、なんやろ、非自然、またのコスト5以上のドラゴンからチェンジできて、アタックするとき、まだけチェンジしたやつを捨てて、またアンタップテンもできるし、非自然のやつがレバイアターンとか、ヨナークロールとかのコンボでもいいな、とかの人が必要だけど、まだけ普通にこれは当たりとも取っていて損はない。うん、と思います。なんか、説明した？ないかな。剣の再録も嬉しいね。結構、こんなになっちゃったし、メネスソンもまあ、2枚、1枚200円とか以下やけどな。下がった下がった。あと出てねえの。あと1種類やけん。これか。マホズンが出てない。あ、出た。うん。あ、順番通りではないかな。マホズンは強い。うん、アタックするとき。マホズンは強い。するとき1枚コストないかな、1枚。これ7コストやけん、目的不明も取られるし、なんやろ。これ、色制限ないよな。で、ブロッカーやけん、ヘブンズゲートから出る。そして、うん、ガンウィートブラスター目的不明。だけサイクリから唱れるのを全部唱れる。かな。だけガードホールも打てる。これで。アタックするとき。ブロックするときも。あ、強い。これは強い。これは強いってか、普通に強い。マホズムは欲しい。マホズムは欲しい。多分ないかな。ドラゴンサインが最後ぐらい。ジネラローズからの、ホーマーができて、ジネラローズ効果で1枚引いて、引いたカードホーマー。ホーマーの効果で、ホーマー出る。ホーマー効果で1枚引いて、光のコスト5以下の呪文唱えれます。ドラゴンサイン唱えます。ジネラローズ出します。ホーマー出しますの、ね、連鎖みたいなできる。最後にこれを出す。そう。あ、そうやな。ジネラローズ、ジネラローズ、ホーマー、ドラゴンサイン、マホズンができる。で、まあ、基本、そうやな。3体ならば、ジェネラローズだけで。強い、強い。連鎖系は強いと思うけど、普通に強いから並べよう。エンジェルフェザーも再録いいね。早い。はい。この2パックはダブリ。そうなの？え？ 2つがダブリで。うん。10種類？うん。12入っちゃう。あら？違うか。あ、アンダーハーバーディアン。これも強いやつ。全部いい、ね、これも出てなくね。全部揃ったやつ。あら？なんかダブリやねかったっけ。違う違う、じゃあ1個ずつ。やべえ、しくった。はい、アンダーワープは、これ、ディズフィールがあるときで。うん。あれば、自分の墓地にあるカードすべて山札に戻して、それと同じマスカードを引く。普通にドロソーとして強い。6マナの6000、マジックコマンド持ち。まあ、コマンド持っちゃうけん、バンとかで出されるけど。で、ワンダーチェーンは、まあ、4コストのディズフィールとして新しいと思うけど。まあ、そうやな。ワンダーワープあれば、強い強い。あー、ナルトサーファー最良くないな。マイパッドも、このパックはこの3枚かな、とちゅった方がいいのか。マホズンというか、ワンダーアップス。はい。はい、俺、これ知らん。カラフルブル、出したとき。あー、多分弱い。出したとき。あー、でも、ラフルブル強かったよな。うん。
うん、革命チェンジで出た時に相手は呪文を唱えられない。あ、強いわ。クリーチャーからチェンジできる。え、強いな。で、DNS バック、クロック、再録嬉しいな。うん、なんでこいつが再録するんだよ。ドラゴンか。ドラゴンやけんか。まあ、だけど。ワンダーチェーンモーターが強いな。うん。それ専用のディーズフィルドってことだね。ラフルよりも当たり。ラフルよりはもうちょっといいかもしれない。複数。うん。複数。これ複数。これになんか物理株で増やしてなんか悪いことできそう。普通に出した時能力で自慢唱えられるんだけど。あの、あれ、何やったっけ、アンコストの。なんか分からんけど、あの、エンジェルコマンドドラゴンが俺はグラフィーゼロの、あれを搭載してんやつ。何、ニコスの？いや、4。あの、4？ 何やったっけ。まあいい、それを搭載してんやつよな。カラフルウェルも、まあいい、多分今でも、最近のやつが強すぎるだけで、普通に、うん、破壊されないか、自分のクリプト。もうだけ赤の敵とかに対して強いんじゃないか。いや、みんな強い。シークレットとかなかったよな。普通に全部固定だな。え、パクンジュマン一緒なの。それだって確認する。これが2ボックス目。2ボックス目同じ内容ないけど。最初ないんで、あれ、ちゃんとやっちゃうよ。順番通り。あ、違う。順番通り、これ。ロボット。ちゃんとまあ、やっちゃうやろな、まあ。ないよな、多分。普通と思う。シークレットとかもねえよ、特に。一緒で。一緒でな、答え。そうでな。本当にないと思う。ないよ。あ、いいね。大流のに。ロボット。本当にないと思う。大流ガン。大流ガン。いいよね、強い。うん。プロディスもな。普通に全部弱いとかはないよな、ロボット以外は。ロボットと、あと、ヤメの8コストのやつは、あれやけど、他のは全部強いと思う。ないんか。あ、禁断の影も強いな、ちょっと俺だけど。うん。ないんか。答え合ってる動画どうするの？それまで。え？なんかこのデッキを使った動画撮りたいけどな。この、パックだけで作ったデッキで。動画撮りたいけど、ないっすね。クロックでもな、持っちゃうもんね。戻ったもんね。シークレットやっぱ出した方が良かったような気がしないけどな。あら、開けてなくて。あ、ほす、うん。シークレットないか。シークレット搭載したらな、コンプした人とか開ける意味を見出せ。あ、複数配置っていいんやね。このだけ、2ボックスだけではメンデスゾーンが4枚、霊峰が4枚、あとなんかあるかな。クロック2枚、DNA4 枚。なんかある強いの。ああ、まあ、強いスーパーレアたちが全部2枚ずつ手に入って、ディーズ・デ・フィールドの、わからんけども、あれも4枚か。水のやつ。で、あとなんか、禁断の影も熱いけど。あとあれやな、デッキケースが手に入るよ。デッキケースが2個手に入ります。マホズンがいない。ラリューガンいるけど、マホズンがいない。うん、ね。これ普通にみんな、みたいな、うん、大会で使いましょう。使いましょう。12パック分、8枚入りのパック12パック入るぐらいの大きさがある。なんかの検証であったけど、スリーブのつけたやつも入るよ。キャラスリーやったら入る。うん。あの、20はきついと思う。20きついんや。いや、待って、きついかな。試してみる。なんか。なんか。スリーブってさっき引っかからないな。スリーブ引っかからないね。じゃあ、アイラ。ディエマーの公式のアイラでいいや。うん。一番。サイキック、同時に入れる？入れちゃう。はい、この入れてアイラスリー入るか入るか20入るな。あなんか危ない。あギリギリちょうど20スリーブはちょうど入りました。サイキックも入るよ。あまりあるし。じゃあサイキックも正直ほんとちょうど作られちゃうのかな。あーでも20によっては入らんかもしれん。20スリーブこれ結構いい方の20スリーブ使っちゃうけん。ギリギリ、ほんと。ちょうどやな。ちょ、ほんと。ありました。
なんだっけ、これを使って、また、また出すんだ。取り出すんだ。だけ、まあ、入ったよ、みたいな。入ってよ。30は無理。23部と、超次元がギリギリ入るぐらい。まだね。30スリーブ無理やけん、あのカチカチのスリーブとか入らんね。20でもあれはちょっとできんやん。まだけん言えないから、普通にこれはできケースとしていいと思います。うん、みんな壊さないでね。いやまあ紙やけん壊れる。なくがみます。ケースじゃない、あれともなくなっちゃう。あ、ほんと、何これ、一ボックス使えばデッキケース1個ついてくるから。うん、いやね、普通にな、まあ新品というか箱、うん、これはもうストレージとか入れないの。ああ、ストレージにそのまま入れるやな。あ、いいね、いいね。これを、うん、こうやって使いましょう。うん、持ち運びもしやすい。うん、半分ぐらいしてこれの説明やで、デッキケースの。そうやな。どうする？もう終わる、終わってどう？終わってデッキ作って。ありがとうございました。